ラウール・ブラボ・サンフェリクスは、スペイン王国バレンシア州、ガンディア出身のサッカー選手。スペイン代表であった。ポジションはディフェンダー。レアル・マドリード地元のクラブでプレーした後、16歳の時に、レアル・マドリードの下部組織に入団し、フニオール A、テルセーラ・ディビシオンのレアル・マドリード C、セグンダ・ディビシオン B のレアル・マドリード・カスティジャと昇格していった。 トップチームのレギュラーであるロベルト・カルロスがブラジル代表に招集されて離脱していた時にチャンスが訪れ2001年10月6日のアスレティック・ビルバオ戦でトップチームデビューしたその後もよくビセンテデルボスケ監督によってトップチームの練習に招集され2002から03シーズン以降はトップチームに登録されロベルト・カルロスの控えを務めた 2003年1月には、イングランドプレミアリーグのリーズユナイテッド AFC に、レンタル移籍したが、わずか5試合の出場にとどまるとともに、チームも15位に低迷し、シーズン終了後に、スペインに戻った。2004年夏には、UEFA ユ u ロ2 0 0 4に出場したが、BBC で解説者を務めていたミック・マッカーシーに、リーズでプレーしていた人物とは違う選手のようだと、言わしめた。 レアルマドリード復帰後は、左サイドバックに加えて、センターバックのバックアップとしても起用されたが、ロベルト・カルロスの存在は大きく、出場機会が制限された。オリンピアコス FC、UEFA チャンピオンズリーグでの出場機会を求めて、2007年7月中旬に、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC と4年契約を結んだ。 一石金は150万ユーロから230万ユーロと報じられており、年俸130万ユーロを受け取る。しかし、負傷続きで満足に試合に出場できず、2009年1月には、プリメーラ・ディビシオンで残留争いの最中にいた CD、ヌマンシアにレンタル移籍した。結局 CD、ヌマンシアは、セグンダ・ディビシオン降格となり、2009年夏にギリシャに戻った。 プレシーズンの活躍により、レオナルドやディディエドミを押しのけて、左サイドバックのレギュラーの座を獲得し、2009から10シーズンはそれまでよりも大きな貢献を見せた。2010から11シーズンはリーグ戦18試合に出場して優勝を果たしたが、シーズン終了後に契約満了により退団した。ラージョバジカーの2011年8月、ラージョバジカーの A 遺跡。 世代別代表1997年から1998年にかけて U-16 スペイン代表に選出され、ポルトガルで開催される国際大会であるアルガルベトーナメントで優勝した。U-17 スペイン代表としてはチェコで開催されたニンブルク国際トーナメントに参加し、3試合に出場して2得点を挙げた。A 代表2002年8月。 新たに就任したニャーキサエス監督によって、スペインウェイ代表に初召集され、8月21日のハンガリーとの親善試合でデビューした。2004年には UEFA ユーロ2 0 0 4に出場するメンバーに選ばれ、グループリーグのポルトガル戦、ロシア戦、ギリシャ戦すべてに左サイドバックとしてフル出場したが、グループリーグ敗退に終わった。大会後に、 サエス監督が退任し、ルイス・アラゴネス監督が就任してからは一度も招集されていない。2019年5月、リーガエスパニョーラにおける八オチに関わったとして、逮捕された。ありがとうございます。